本来はこれ研究者の方が基本的に集まることが多いと思っていて、まあ、YouTube ですのでぜひ研究者の方だけじゃなくて一般の方も参加いただけたらいいなというふうに思っております。こんにちは、メルカイ R4D の高橋です。このチャンネルはメルカイの研究組織である R4D のチャンネルです。皆様に役に立つ未来の技術の話を提供したいと思います。今回の動画から価値交換工学シンポジウムのコーナーとなります。東京大学と、メルカリ R4D の間でですね、2020年から価値交換工学という社会連携講座を始めております。価値交換工学ではですね、様々な分野を研究対象として、活動しています。これを通じてですね、メルカリとメルカリ R4D の新たな一面をですね、ちょっとお見せできたらいいなというふうに思っております。で、今回は価値交換工学シンポジウムのコーナーが始まるにあたってですね、東京大学の川原先生をお招きしております。よろしくお願いします。東京大学の川原です。よろしくお願いします。今回のですね、ちょっとシンポジウムの簡単な紹介ができたらなというふうに思っているんですけれども、まあ、本当はシンポジウム去年やるつもりだったんですよね。そうですね、まあ、こういったちょっと社会情勢の中でなかなかリアルに集まって開催するのが難しいということで延期になってしまったんですけれども、安田講堂を借り切って700人集める予定で準備を進めてたんですけど、確か東大がイベントの3日前ぐらいにキャンセルを発表したら、それで多分新聞記事になっちゃったんですよ。メルカリと東大のイベントがキャンセルになって落ち着いたらちょっとまたやりたいなっていう話をしつつ、1年以上経ってしまいまして、なかなかこのままずーずーと伸ばしたくもないので、ここはメルカリもですね、今からアールフォーリーも、まあ、YouTube チャンネルを始めていたりとかするので、まあ、YouTube を使ってですね、もう新しい形でシンポジウムができないかなというところで、まあ、今回約10回、もうちょっとそれ以上か、約10回程度価値交換シンポジウムに関する動画をお届けしたいなというふうに思っておりまして、こちら楽しみにしていただけたらいいなというふうに思っております。本来はこれ研究者の方が基本的に集まることが多いと思っていて、一般の方はなかなかこう来づらいというか、なかなかこう来る機会がないのかなっていうところがあると思います。ね、まあ、YouTube ですので簡単に一般の方でも参加できますので、ぜひ研究者の方だけじゃなくて一般の方も参加いただけたらいいなというふうに思っております。そうしましたら、まずは東京大学と一緒に取り組みをさせていただいてます価値交換工学について簡単に説明させていただきたいなというふうに思っております。東京大学インクルーシブ工学連携研究機構、ちょっと長いんですけど通称 RISE というふうに呼んでおります。こちらとですね、株式会社メルカリの研究開発組織であるメルカリ R4D と共同でですね、価値交換工学という研究開発をですね、共同で行っております。先生、ちょっと価値交換工学について簡単に説明いただいてもよろしいでしょうか。私が機構長を務めてますその RISE という組織はですね、いろんな学部の先生が集まって企業とタッグを組んで世の中の問題を積極的に解いていこうという研究活動をしています。で、メルカリさんと取り組んでいるのは価値交換工学なんですが、メルカリってすごく不思議なプラットフォームで、自分にとってはもういらない不要だと思っているものを出すとですね、それに価値を感じて、買ってくれる人が現れると、でみんなハッピーになれると、そういうプラットフォームだと思うんですけど、それがもうちょっとスムーズであったりと公平であったりとですね、テクノロジーの力を使って、もっとこの価値交換の体験をアップデートできるんじゃないかというので、いろんな研究テーマに多角的に取り組んでいます。そうですね、メルカリの中でもですね、価値交換工学を始める前からですね、価値交換って結構重要なキーワードなんじゃないかっていうことがあってですね、東京大学と価値交換工学という名前で始めさせていただいたっていう経緯があります。まあ、こちらに関してもですね、後ほどの動画で詳しくお話しさせていただければなというふうに思っております。この研究プロジェクトを始めても1年以上経ってきまして、で直接的に関わる研究員の方とか、RA の学生さんですね、こういったいろんな方が増えてきたので、それぞれの人たちがどういうことに取り組んでいるのかとか、それぞれの研究者が描く将来の価値交換ってどういう姿なのか、そういったものが垣間見えるような、シリーズにしていきたいなと思っています。そうですね、本当にいろんな研究開発を今始めていると思うので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。こちらも詳細気になる方はですね、過去にも動画いくつか出しているものがあるので、概要欄にもいくつかリンクしておきますので、チェックしていただければなというふうに思います。
まず今後のスケジュールなんですけれども、まず5月の中旬からですね、価値交換工学のオンラインのシンポジウムのプレイベントとして RA の方々のインタビューとか研究紹介をしていきたいなというふうに思っております。RA というのは価値交換の研究に関わってくださっている修士課程や博士課程の学生さんたちですね。具体的にその価値交換、価値の分析と生成、交換、その価値交換の主要なテーマにおいて、自分の研究をこう結びつけてですね、でそれでいろんな研究を実際に取り組んでいる学生さんたちに、最新の研究トピックについて話してもらおうと思っています。結構この分野は広くてですね、 AI 系のど真ん中のテーマの人もいますし、あとはものづくりですね。ものづくりは例えば木材の木目のあり方を内部構造を推定しながら再現する話とかですね、あとはコンピュータグラフィックスを使いながらアプリケーションを作ったり、さまざまなアプローチの人がいます。もうなんか、あれの方々の研究のこの幅広さっていうのも、価値交換工学の面白さかなと思って、これはぜひご覧いただきたいなというふうに思います。あと、これからですね、改めて川原先生とですね、価値交換工学についてお話しさせていただきたいなということも企画しております。こちらでは価値交換工学とですね、R4D でこれからどんなことをしているのか、今どんな研究をしているのか、実際のところをですね、より詳細な研究のビジョンですとか、取り組みをちょっと紹介していけたらいいなというふうに思っております。で、こちらに関して結構面白いコンテンツとしてはですね、工学系の連携機構なんですけれども、経済学部も今入ってきてですね、なので東大のその経済学部の小島先生とですね、川瀬先生、工学系の先生と、またメルカリのメンバーも一緒に入ってですね、数理経済というところですね、なかなかこう、経済学の先生と工学系の先生と、あとそれから企業が入って話すって機会はなかなかないですし、これがオンラインで聞けるのは面白いかなというふうに思います。東大の小島先生は経済学部の先生で、川瀬先生は情報理工学系研究科の先生なんですけれども、全然違うような研究をしているように所属からは見えるんですけど、実はマッチングアルゴリズム、そのアルゴリズムを使ってこう何かと何かをこう対応を取るというような研究をしておられます。保育園の割り当てだったりとか、何か欲しい人とそのものを割り当てる、それはどう最適に割り当てればいいのか、そういったことを経済学の観点とコンピューターサイエンスの観点から取り組んでいらっしゃる先生です。あとはですね、次、東京大学の有先生とですね、メルカリのリサーチャーである藤原と、コミュニケーションの研究というところをテーマに話させていただければなというふうに思っております。有先生はコンピューターヒューマンインタラクションの分野で、人と人とのコミュニケーションとかインタラクションの研究をしておられる先生ですね。メルカリの中で、やり取りされているメッセージが、独特のコミュニケーションの構想であるということを発見していまして、そういったものを分析したり、よりスムーズなコミュニケーションができるような、そういう研究テーマにつなげるトピックを紹介してくれるんじゃないかなと思ってます。メルカリの藤原はですね、実は外部の研究員として、メルカリ R4D に入っているんですけれども、とてもメルカリが好きで研究したいということでですね、お話をいただいてですね、メルカリの中でのコミュニケーションというのをですね、今、中で研究しています。有先生の話と合わせてですね、メルカリ内外のコミュニケーションを含めてこちらの話ができたら面白いなというふうに思っております。コミュニケーションっていうと SNS とかああいう情報やり取りすることがメインのプラットフォームが想起されがちなんですけど、実はメルカリもコミュニケーションプラットフォームかもしれないんですよね。皆さん売りたい人と買いたい人が意思疎通をしながら交渉していくというので独特のコミュニケーションが繰り広げられてるそうですね。他にもですね、皆さんが参加していただけるようなコンテンツも考えておりますので、ぜひこちらをご参加いただければと思っております。こちらはですね、皆さんにコミュニティに参加していただいてですね、インタラクティブができる内容となっております。オンラインコミュニティに関しては期間限定で開催する予定ですので、こちらぜひお楽しみにしていただきたいなというところと、詳細について概要欄にホームページの方、リンクをつけておきますので、こちらから見ていただければというふうに思います。というわけで今回はですね、東京大学の川原先生にお越しいただきまして、これから始まっていく価値交換工学シンポジウムコーナーのご紹介をさせていただきました。研究者の方だけでなくてですね、一般の方にも面白いコンテンツをたくさん用意しようと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。川原先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画がいいなと思っていただいたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。シンポジウム始まりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画で。